前はね、比較的ね、小柄なカエルがね、いる小さい水槽にね、4日ぐらいかな、入れてて、コオロギまでね、食っちゃってね、餌のコオロギはね、お金出して買ってるんで貴重なんでね、ちょっと、せっかくならね、この大きい水槽でね、鳴き続けてるね、もう羽が生えたコオロギ。もうね、アマガエルはね、食べれないんですね、それ。で、それならね、食べてほしいんでね、このね、もう干からびちゃいましたけどね、コオロギホイホイのね、大根のそばにね、カマキリをね、今入れたんですけどね、カエルが食べるのか、カマキリがコオロギ食べて生き延びるのか、ちょっとわかんないですけどね。カマキリ動かんな。ワニさんが心地よさそうに入ってくれとるな、この子な。風呂好きだな、この子はな。さっきまでね、3匹お風呂入っててね、フラッシュ炊くとね、ちょっとびっくりしてね、太郎も、あ、太郎太郎おった。太郎、あんたもフラッシュ炊いたらびっくりして逃げてっちゃったら、ああ、眠たそうな顔してる。ああ、カマキリがなんか動き出した。ああ、やっぱ結構でかいな。脱皮して2日ぐらい経つんですけどね。で、今日さらにコオロギ1匹食べたんでね。木に登ろうとしとるな。ヒルネガエルはチラッと見てますね。実はですね、今日ね、コオロギのちっちゃめのやつをね、また150匹買い出しして、早速ね、もう箸でね、食べさせたんですね。初日はちょっと少なめで。太郎。おおおお。光に寄ってきたのか、あんた。あんたね、コオロギ食ってけど、でかいね、羽生えたやつ食ってほしいんだわ。また脱皮して大きくなったらね、ちょっと動画でね、お知らせしたいんですけどね。カマキリまで飼育することになると、こいつもね、コオロギ食うんですよね。餌代がバカにならんんだよな。カエルの餌として捕まえたんだけども。まさかコオロギをね、あ、違う違う、コオロギじゃない。カマキリをね、飼育する可能性が出てきましたね、これ。でもガチで大人のサイズになったらカエルがやられる気がするんですよね。メスかオスかちょっとわかんないですけど、メスだったらめちゃくちゃでかくなりますからね。カエル多分やられると思うんですよね。早めに食うなら食ってほしいし、あんまでかなるならね、餌代かかるんでね、早めに逃がすなら逃がした方がいいんですけどね。あれ？カエル一匹たらんぞ。ああ、世界一カヤマガエル、こんなとこった。後ろ向きですね、今日は。風呂待ちだったのかな？さっき風呂いっぱいだったよな。ワンちゃん、カマキリ食える？あんた。な。カマキリ食べるって情報はね、ネットで調べてもね、本読んでもね、書いてないですからね、多分、食べないのかな。もう夜の遅いんでね、そろそろ撮影終わりますね。皆さんご視聴ありがとうございました。